はい、今日はマダコです。マダコ、マダコっていうのはね、あの生きてるうちにから料理が始まるんですよ。そしてあの非常に暴れます。ですから池のタコというのはこういう具合にネットに入って、これがあの港の生けすの中にこう全部投げ込まれるという、そういうふうなことで、普通販売されています。もうできるだけ元気なやつがいいんですよ。これがマダコです。タコの足は8本です。8本で、これ等速類って言うんですね。なんで等速類って言いますかって言いますとね、これが目です。目、これ2つあります。目のところはここに脳があるんですね。だからこの部分が頭になるんです。そして皆さんよく頭って言うけど、これ頭じゃないです。これ腹なんですね。これは腹です。この中に胃袋だとか消化の腸だとかいろんなものが詰まってます。で、頭に腹がくっついているから、これは等速類っていうんですね。こういうことです。そして今日はこの生きているタコから足を一本いただいて、このお刺身にします。普通皆さんのお刺身、タコのお刺身っていうと湯がいたものがほとんどですけども、生きているタコのお刺身です。そしてあとはゆでだこというものにちょいと挑戦してみましょう。はい、どうしたらいいんだよこれ。でちょっと待ってね、あっ、あちょっと説明をもう一回説明させていただいていいですか。説明の追加です。口と、タコの口というのはね、実はね、こちら、ここにあるんですよ。これ ここが口になります。ここに歯があります。あとカラスとトンビっていうこの鋭い歯があるんですね。カラスのくちばし、トンビのくちばしが2つ重なったような、ここに、これが口です。そして、皆さんよく勘違いなさるんです。口って、これ口じゃないんですね。これ、漏斗と言います。漏斗って言いまして、これ、タコが、よーん、この、墨を吐いたりとかね、あっ、ですか、タコの泳ぎ方というのは、こういう具合に泳ぐんですよ。その時に、ここから水を、バーン、近づく、吐くわけです。だから、漏斗と言います、これ。これで長い、ここに目があって、目を中心にして、これ1本、これがね、長い足が2本あるんですね。これ触腕と言います。これ一番太いんですよ。これは美味しいんですね。これちょっと元気なうちにこの足を1本だけいただきます。ちょっと残酷みたいですけどね、これは。ちょっとごめんよと言って、いただきますよ。で、これちょっとおとなしくしてもらうので、もう一度ここに入ってもらいましょう。えいっ、まだこういう状態ですね。実はね、タコ専門のね、刺身包丁って言うんですよね。これタコ刺しというんですけども、ね、こうくっついてますね。これ皮を剥がすんですよ。皮を剥がすの。これこういう具合にね、ちょっと転がしながら、吸盤を内側につけて、タコを転がしながら、皮を剥いていくんです。で、マダコのですね、まあ、
まあ、名物としているところっていうのはもう日本中各地にあるんですね。例えば三浦半島だったら佐島だとかね、それとあとは、まあ、瀬戸内の方、あの室津の方ね、下津井、あの辺もうタコが本場ですよね。あの明石、あの辺もそうなんですけども、向こうの方はね、これね、タコのこの刺身はね、実はこういう布巾を使ってね、こんな包丁使わないんですよ。もう力いっぱいこう剥がしていくんですね。これこれ非常に力入れます、力入れますから、さっきみたいにして包丁で持ってぐる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 と、そしていいですか、これ吸盤、あのもうこれ皮剥ぎますね、捨てないんですよ。これ入れたこと一緒に、うわ、タコの吸盤、これはねまたうまいんですよ。この部分は捨てません。皮を剥いでもタコはね、まだ生きてますよ。この足はね、この生きてるタコをですね、薄く、できるだけ薄く切ると、そうしますとね、この筋肉がギューッと縮まっていくんですよ。ねえ。刺しです。これはわさび醤油でいただきましょう。次ね、ゆでだこですね。ゆでだこ、ゆでだこはね、まあこれもタコ料理なんだけど、タコ料理って まずね、これ洗いから始まるんですよ。洗いで、このお腹、お腹からね、まず内臓を取ります。この漏斗の裏に腱がある。これ腱を切ってあげる。そうすると、ひっくり返す。内臓が出てきます。内臓を外します。内臓を外すときに気をつけなくちゃいけないところがあるんですよ。これ内臓を外す、この
ロードの裏側に剣がある。その剣を切ってお腹をひっくり返すと、ちょうどこの目のここですね。前、前面の方に、また剣が2本あるの、こういう具合に。剣がほら、2本あるでしょ、ほら。これをね、切っちゃいけないんです。これは切らないんです。これは残すんです。これなぜかっていうと、これをね、この剣を切っちゃうと、お腹、要するに、格好としては頭が湯がいた時に頭がね、くちゃっと寝てしまう。これが内臓です。内臓。で、これ季節になりますと、これ、これ卵巣かな。タコの卵巣は海藻芽、海の藤の花って書きまして、結構ダッチ意味です。さあ、それはね、春ですね、春。はい、この剣、この2本の剣、これは切らないで残します。こちらですね。はい、それと、ちょっと説明がね、さっきからちょっと前後しちゃいますけども、これ非常に元気なタコ、こういうこの、暴れて料理しにくいなっていう時は、そういう時はですね、これと目と目の間、これは脳です。ここをね、刺激してなんかギュッと中に入れて脳を壊してあげるんですよ。そうするとタコは静かになります。あ、じゃあもう断末魔ですね。これやりますとタコは静かになります。たださっき元気な足が一本欲しかったのでそういう時にはもうえいって締める前に一本いただいちゃうと、こういうことです。いいですか。今度はね、洗いなんですよ。タコの洗い。ちょっと待ってくださいね。塩です。もうたっぷりの塩でね。ぬめりがもう完全になくなるまで、これ洗いが結構大変な仕事。この洗いがいかにきれいにやるかで、タコのゆでだこの味が変わってきます。これ、このぬめり、この汚れ、この汚れがなくなるまで、これタコの工場、加工場に行くとね、これ洗濯機みたいなものの中入れて、だいたいね、1時間近く、ゴロゴロと揉んで、そうするとね、揉むだけでもってタコってね、きれいに揉まれると、それだけで湯がかなくてもくるっと丸まっちゃうのね。なんかこの匂わない、これタコのね汚れなんで、結構汚れてんだよタコって。何回ぐらい塩を入れてやるんですか。まあ何回というよりもね、時間だよね。時間、力を入れて、まあ5、6回もやれば大丈夫かな。
で、まあ一応家庭ではね、この大体このタコの全体的なぬめりがなくなったら、まあ良しとしましょう。ぬめっていたのがもうほとんど、もうほとんどもうぬめりがなくなって、こうもうキュッキュッっていうぐらいになったら、ここまで洗う必要と。そしてたっぷりのお湯を沸かします。ちょっと待ってね。でこれを熱湯の中に入れるんですけども、姿を美しくくるっとこう丸まされるために、目がこう2つある、このいわゆる前ですね、ちょうどこの真ん前、この部分、この部分もね、足がね、こうくるっと丸まりやすいように、ここだけ切ってあげるの。こうこのぐらい、そうすると格好がよろしいわけですよ、ゆで上がった時に。皆さん、ゆでだこっていうと、ちょっとこの色がついて赤くなるじゃないですか。これタコ本来が火が通ると赤くなるんですけども、もっと発色を良くするために、このお湯の中にお茶を入れたりとかね、ほうじ茶のパックを入れたりとかして、いわゆるお茶のタンニンでもって色を出すなんて人もいます。で、あと茹で時間なんだけども、それ食べ方です。食べ方、一般的にお正月用のこうグランッとしたタコというのは大体ね、30分近く湯がくんですよ。30分近く、で、ただ食べ方によってはちょっとね、5分か3分ぐらい湯がいたやつの足をお刺身にするっていうの、湯がいてお刺身にするっていう食べ方もあるんですよ。これはね、塩コショウとまたまこれも捨てがたいんだな。ちょっとね、もうちょっと、こんな太させる。そして塩、もうたっぷり入れちゃいますよ。これぐらい入れます。でタコ、これね、このままドーンと入れちゃうと温度が下がっちゃうんですよ。ですから、もうこういう少しずつ、暑いなっていう時にはね、こういう話がいいんです。こう箸で持ってこう、少しずつ落としてやる。今どのくらい湯がいたかな、これまだ1分ぐらいかな。このね、1分ぐらいのやつをね、ちょっとね、これもね、またいいんですよ。あ、たたたた、もうね、いかようにでも楽しめます、タコは。はい、ですか、こういうのね、ぶつ切りがいいね。これはどうするかというとね、塩コショウなんですよ、これ塩コショウで食べる、この熱々を。これ先ほどの刺身もそうなんだけども、切った瞬間、切ってキュッとこう筋肉がこう動いてる、痛い痛い痛いっていうやつを、それでその場で食べる、これが食べ方。これも湯がきたてのこの熱々をちょっと塩コショウをつけて食べる、これが食べ方です。こう食べたい。この味はね、この瞬間じゃないとダメなのね。今湯がいてる、ああいう具合になってますね。これはね、まだあと25分ぐらい湯がきます。これはまたこれ
これは3分の妙味です。いただきます。うまい。ちょっとしたコツなんですけども、発色を良くするために仕上げにね、醤油をねちょっとですよ、ちょっとこれ入れてあげる。これがねタコの発色を良くします、色合いを。湯がいたら急激に冷やします。これ先ほどちょっと足を一本いただいたところですね。十分冷やしたら、あのね、金属じゃないんですよ、これ竹がいいですね。竹のざる使ってください。竹のざるに自然に水気を切ります。これ金属のねザルとか入れちゃいますとこの皮が剥げちゃいます。で先ほどの前の剣を切らなかったので、このいわゆるこの中、いわゆる頭ですね、頭の部分がトーンと立つんですよ。今こう先ほどお刺身でもって1本足にいただいちゃったんでちょっと格好悪くなっちゃってますけど、こういう具合になります。これがね、いわゆるこの30分近く湯がいた、いわゆるゆでだこですね。ゆでだこはね、ちょっとね、これなぜこんな切り方するかというとね、ほら、タコってそのまま切っちゃうと、先ほどみたいな、生きてるやつはいいんだけどもね、こういうのはね、お醤油、わさび醤油がちゃんと塗りやすいように、ちょっとね、この角度をつけてあげるといいですね。これはね、タコ飯です。タコ飯用です。タコってね、結構ね、いい出汁が出るんだよ。そして、これ、一応茹でてあるけども、ご飯で炊き込むことによって、またね、こっからね、色が出るんだよ。これね、2合のお米です。研いで2合の米、お塩ですね、お塩。それとね、他のもの入れないの、もうタコだけ。はい。でここにもね、やっぱりちょっとね、色付けにね、お醤油をね、ちょっとこのぐらい水加減はね、ちょっと少なめにしてください。炊き込みご飯の場合は具材から水が出るんですね。と、タコ飯です。タコ飯、いわゆるタコの炊き込みご飯ですね。炊き上がりました。ほい。これタコだ、このほんのりとこピンク色してるでしょ。これね、これタコから出てるんですよ。これみんな、これタコの色、これがねタコ飯。はい、これがタコ飯で、これでですね、本日のタコ料理が一応完成しましたね。これね、はい、これが
3分ほど湯がいただけのこれ塩コショウ、熱々の塩コショウですね。でこちらがよーく湯がいた30分ほど湯がいたいわゆる一般的なタコ、ゆでタコです。でこれちょっと今クタッとしちゃいましたけども、これが生きているなっていうこう躍動感のある本当のタコ刺しです。はい、一匹のタコがこんな状態になってしまいました。ごちそうさまでした。はい、いただきました。はい、タコ料理です。タコ料理三昧っていうのはこういうことを言うんじゃないだろうか。すごいね。一杯飲まないとちょっと恥が進まないじゃないか。まずさっき暴れていたタコ、まだ縮くまってます。身がこれだけ料理作った後なのにまだ生きてます。この料理の中でやっぱりこれは刺身が一番最初に食べるべきでしょうね。これがタコの味ですね。タコそのものですよ。長くこう噛み締めているうちにこのなんでだろう、この不思議な甘さがにじみ出てくる。柔らかいですね、柔らかい。でこちらが3分ほど湯がいたタコのお刺身ですね。だからちょっと火を通してるのでかなり厚めに切ってます。とかね、でこれはさっき待ちきれなくて熱々をちょっと食べちゃったの、これは塩コショウでいただきます。塩コショウで、これやっぱりだってつまみ食いしたてもあるんだけども、やっぱりこれ熱々ですよ。焼きたての熱々、でもいい。なるほどね、ゆでタコってね、こういうあまり火を通さない本当にこのしゃぶしゃぶみたいにしてのゆでタコが好きだって人も結構いるんです。でこれ先ほど熱々もう本当にもう釜揚げをだったのでこのあとこんなブツブツに切ってますけども、もうちょっとこれ薄く切った方が食べやすいかもしれないね。ちょっと冷えてくるとね。そしてこちらはね30分ほど、これねいろんなね人たちがいてね好みがいろいろあって、タコの茹で時間っていうのはね、茨城にタコの工場があるんですけども、そこに行くと27分って言うんですよ。なんで27分、30分じゃいけねえのかなって思って、いや27分ですと、そういうところが多いです。まあ安心して食べられるというか、普通のゆでタコです。普通のタコ、ただこれ地タコっていうかマダコですよね。とても美味しいし、それと今とっても高級になりましたね。で私たちが今食べてるマダコというのはほとんどスーパーで売ってるものってほとんどアフリカの西海岸の方から持ってくるモーリシャスだとかね、あっちの方から持ってくる輸入ダコなんですよ。あれもマダコという名前で売ってます。そして日本のマダコというのはやっぱり青森県から南部にたまにずっといるんですけども、これはねもう全部地ダコっていうふうにして区別してるんですね。ただしこう近年アフリカの方のタコというのは別種というふうになりまして、これ日本近海のタコはマダコはこれはもう独立して、これはマダコ、正式なマダコですね。
やっぱりあの味わいが違います。でこれ何かよくわからないんだけども、輸入してくるタコっていうのはスチームって言って蒸すんですね。高温でもって蒸し上げるんですよ。あので、地ダコ、私たちの日本の近海のこのこういうマダコというのはどんなこういう加工場でもこれ茹で上げるんですね、うん、そうなんです、ボイルなんですよ。先ほど結構私塩入れましたけども、これはあのだからといってしょっぱくなるかというとそういうことじゃないんですよ。多分これ締まるんでしょうね、これきっとね、うん、そう思います。お、そうです、タコ飯です。これ和島から持ってきてる五六、うん、うん、なんかめでたい日に食べるようなもんですね、これ。これお赤飯があるなんじゃないだろうか。おいしい。今日はタコ三昧でした。